水木高等学校は、茨城県水戸市にある、私立高校。県内有数のマンモス校として知られている。学科は普通科のみで、修塾度別に特進生霊子コース、特進 SU コース、特進 SS コース、特進 SA コースのコース別のクラス編成となっている。正規の授業以外でも様々な課外授業があり、大学進学においてはしっかりとした体制が整っており、 進学実績も良く進む学校とされる。ちなみに2011年度の入学生からは特進精霊誌コースアドバンスが創立される。なお出席番号は女子男子の順になっているのが特徴的。部活動では空手道部やゴルフ部、駅伝部が全国レベルの競合校である。1989年に男子ゴルフ部が 第10回全国高等学校ゴルフ選手権大会にて優勝し、その後、1990年、1997年、1998年、2000年、2007年にも同大会で優勝するなどして、ゴルフ部 OB からは多くのプロゴルファーが生まれている。その他にもアーチェリーや陸上などが知られている。野球部は2010年、 第92回全国高等学校野球選手権大会翌2011年の第83回選抜高等学校野球大会に2期連続の甲子園出場を決めた。また、入学時に一人一台のタブレット2020年度はサーフェイス号とキーボード、ペンを配布し、授業や部活動、生徒のそれぞれの学習に利用している。なお、機器の費用は 分割して3年間の学費に含まれるため、卒業後の学校への機器の返却は必要ない。勾配にはセブンイレブンが出店しており、3.4時間目の間と昼休みに営業している。最寄り駅の常磐線水戸駅の南口から水木通りと呼ばれる道を7分ほど直進した位置に立地している。2018年には校門が増設され、より校内に入りやすくなった。 ありがとうございます。